こんにちは、大滝かけるです。日曜恒例バンスタジョッキーのお時間です。今日登場の騎士はこちらの方です。はい、金田勇厩舎所属、岩手県盛岡市出身、1989年4月4日生まれの B 型、現在27歳です。2012年1月8日に騎手デビュー、初勝利は2月13日、昨日現在まで通算87勝を挙げています。立沢直久ジョッキーです。ようこそバンスタジョッキーへよろしくお願いします。いただきました。よろしくお願いします。さて先週の船山ジョッキーからのメッセージ、レースでも一緒に頑張っていきましょう、いつもプライベートではお世話になっておりますといただきました。普段船山ジョッキーとはどんな交流がありますか？普段ですか、はい、よく部屋に遊びに行かさせてもらってますね。ああ、立沢ジョッキーが船山さんの、はい、まあ、お家に行くということで、はい、何して遊ぶんですか？遊ぶっていうか一緒にご飯食べたり、飲んだりしてます。はい、そうなんですね。どうでしょう、あのプライベートはそういう関係だと思いますけど、レースの方では？レースの方でも、まあ、身長も同じくらいなんで、いろいろアドバイスをしてもらってます。背が確かにお二人とも高いですよね。はい、はい、あ、なるほどですね。やはりその背の高い低いで乗り方っていうのもだいぶ変わるものなんでしょうか？多分違うと思いますね。あ、はい、なるほど。さあ、そんな立沢ジョッキーになんとですね、おはがきをいただきました。ありがとうございます。帯広市の女性の方からで、若手イケメン騎手立沢騎手が出演ということで楽しみにしています。現在ヤングジョッキーバトル勝率トップですので、今後の抱負を聞かせてくださいといただきました。はい、はい、どうですか今トップに、まだ先は長いんですけども、はい、トップの、まあ、いい成績で頑張れるように、はい、頑張りたいです。はい、わかりました。ぜひね、勝率トップで、優勝していただきたいと思いますので、はい、頑張ります、はい、お願いします。はい、ちなみに今イケメンとね、女性ファンからハガキがありましたけども、好きな女性のタイプなんかどうですか？イケメンだとは思わないですけど、タイプ、あと好きなあれです、女優さんとかアイドルとかいましたら、ただ最近は有村架純さんとか、 あと三浦アナ、はい、ですか？三浦アナさんってか、あ、三浦アナ、なんか三浦、なんかアナウンサー、はい、あのヒルナンデスに出てる、そうはいはい、あ、こういった方がお好きで、はい、ちょっとぷっくらした感じですかね、が好きかもしれないですね。はい、あ、なるほど。今はまだ、まあ、お一人暮らしということで。はい、一人です。あのご出身盛岡ということなので、ご両親やっぱり盛岡に？はい、います。まあ、遠く離れた場所なんで、ご家族心配されてませんか？まあ、心配してますね。はい、普段連絡のやり取りとかはありますか？ほとんどしてないですかね。あの電話とかメールとかも？まあ、あんまり、たまに、はい、用事ある時に。そうですか。はい、まあ、地元も盛岡で育ったということですけども、その地元ではどんな少年時代を過ごされたんでしょうか？はい、近所になんかポニーとかアラブとか飼ってて、はい、で人いたんで、うん、そこでなんていうか物心ついた時から、はい、馬に携わさせてもらって入りました。はい、ああ、なるほど。まあ、ジョッキーになったそのきっかけっていうのは、まあ、そういう少年時代の生活というのも大きい？ああ、多分それから始まっていろんな、まあ、人とのつながりもできてということでしょうかね。はい、あ、学生時代乗馬部にもいたんですね。はい、水沢の方に行って、はいはい、水沢農業で高校で乗馬部にいました。高校は乗馬部、はい、小中は何かスポーツとかやってました？そんなにやってなかったですね。はい、高校の3年間はでも乗馬はかなり情熱を注いだという感じですか？まあ、はい、なんとか続けてました。その3年間は続いた？はい、はい。じゃあ幼い頃から、まあ、騎手へのなんか憧れみたいなのはあったんですか？まあ、多少は、はい。あ、なるほど。まあ、そんな、立沢直久がジョッキーになりました。はい、まあ、まだまだこれから先の、騎手ではあると思いますけど、ここまで振り返って思い出のレースなんかはありますでしょうか？あ、初勝利です。やっぱり初勝利なんですけどね。はい、初勝利の時の、出走表がこちらになります。はい、1番のね、正宗ワールドという馬で
騎乗して、まあ、勝ったということで、この時のレース の、 あの写真がありましたので、はい、ご覧いただきたいと思います。はい、この今正面から捉えた写真ですけども、はい、どうですか、初勝利の時の思い出というのは。とりあえずやっと勝てたなっていうか、はい、今勝てるやつに乗せてもらったんで、はい、なんとか勝ててよかったです。うん、デビューして一月少々で、まあ、初勝利ということなんですけども、どうですか、その1ヶ月間って長いんでしょうかね、それとも、あ、意外にすぐ勝っちゃったなっていう感じなんですか。長かったような気がしますね。はい、なるほど。そんな初勝利、思い出語っていただきました。さあ、今日はですね、そんな立川ジョッキー5つのレースに騎乗します。中でも第4レースブチオ、あの珍しい毛色で人気ですけども、はい、この馬立川ジョッキーから見てどんなのかちょっと教えてほしいんですけども。ブチオですか。ブチオは本当に人気もあるし、はい、おとなしくて、うんうん、まあ、レースも乗りやすいですね。はい、おとなしい、人にとかも本当におとなしくて、馬にも触り、まあ、ね、うん、はい、レースにも、まあ、なんていうか集中するというようなところも、ああ、ちょっとなんか抜くところもあるんですけど、ポイントだけあれしてる、まあ、はい、まあ、そのあたりは立川ジョッキーがしっかり乗っていただいてというような感じですかね。頑張ります。はい、わかりました。すいません、お時間となってしまいました。このコーナーは次に出演いただく騎手を立川ジョッキーからご紹介いただいています。来週の出演ジョッキー、立川ジョッキーどなたでしょうか。はい、中山直樹騎手です。はい、中山直樹騎手ですね。はい、では中山直樹騎手に向かってですね、メッセージ立川ジョッキーからお願いします。あ、はい、来週お願いします。あっさりですね。普段中山ジョッキーとかは、まあ、かなり先輩になると思いますけど、はい、なんか交流とかお話とかはありますか。そうですね、たまに少し喋るくらいですかね。あ、はい、なるほど。ぜひ来週は中山直樹です。来週のバンスタジョッキーご期待ください。はい、次回もご期待をいただきたいと思います。ファンの皆様からも、メッセージをお待ちしています。万栄競馬のメール、フェイスブックのメッセージ機能、おはがきなどで受付中です。どしどしお寄せください。今日はバンスタジョッキー立川直樹騎手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。